ゲストの皆様こんばんは、小田健です。本日もロブロックスの面白そうなステージ実況プレイしていこうかなと思います。はい、結構人気なステージですね。本日はロブロックス2ステージやっていこうかなと思います。ウェイトリフティングシミュレーターっていうステージをまずやっていこうか。なんかヌーブ&プロみたいな感じで、最初ガリガリなんですっげーマッチョそう、最初ガリガリなんですがマッチョになるみたい。ちょっとたけし、たけしすげえことになってんじゃん、たけし。あははは、隣にも曇りなき眼がいた。死ぬな、お前。ちょ、お前、無慈悲か。あいつに慈悲ねえぞ。死んだ人間に対して思いっきり踏み潰すっていう過酷なステージだ。力が全てなステージらしいですね。はい、いろんなキャラクターがいますが、はい、ヌーブ&プロっていうことで、これヌーブキャラクターにしてもいいかもしんないね。じゃあちょっと変えてくるか。はい、変えてまいりました。ヌーブたけしです。邪魔だよ、やめて、痛いスルメイカみたいになってる。ヌーブたけしスルメイカになってたわ。はい、ヌーブってあれですよね、ヌービーから略された言葉ですね、スラングというか。はい、初心者っていう意味ですね。今後もね、ヌーブたけしは時々、出そうかなと思いますヌーブたけしいいね色合い可愛いわ。はい、オリジナルたけしとヌーブたけし、今後ともよろしくお願いします。はい、ヌーブたけしは置いといて、私ですね、こういういろんなステージ、ぶっ飛んだステージ、ホラーステージ、バカステージいろいろやってるんで、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。したかな。ちょっと待って、細いなこの子。何この子、かわいい。おいで、ちょ、ナウシカのキツネリスみたいな感じで僕の肩に止まってください。ほら、おいで、ほら、どうもす、チーズ。これ挨拶できる、チーズ。筋トレの邪魔だよ、ヌーブたけし。はい、なんかちっちゃいヌーブたけしにやられてるんですが、なぜでしょう。僕はなんかしましたかね。これ戦った方がいいかな。はい、じゃあぶちのめしま、あれたけし、たけし大丈夫、どこ押さえてたんだ今。うつ伏せでどこ押さえてたんでしょうね、たけし。すごい小さいこの子にやられちゃいましたね。はい、じゃちょっと問答無用でぶち飛ばしましょう。はい、たけしの復讐恐ろしいぞよし、全然当たってなくね、これ。大丈夫か、この野郎、この野郎。ほら、スマッシュブラザーズだ。あれ、たけし、たけしまたどこ押さえてんの君。はい、誰かこの問題わかる人、はーい先生、はーい今日の挙手、皆さん見てください。打ち上げられたサバだった今打ち上げられた魚になってたじゃんはい、ではでは、鍛えるのはこの辺にして、次のウェイティングリフトシミュレーターゲームやっていきましょうか。さて、お次は。はい、ヌーブのファイティングシミュレーターですね。あ、すごい、動きが速くなってる。これ何、なんか、このワールドアスレチックみたいになってるとか。はい、よくわかりませんが。じゃあちょっとやっていきましょう。別のキャラクターがいますね。これどうやんの、エモートとかあるね。あー、なるほど。これどうやんの腕取れてるよ。左腕、どうなってんのそれ、すごかったの今動き。はい、エモートはちょっといいんですが、他のとこ行ってみましょうか。これ何するゲームなんだ、ベーコンを殺せ言葉悪いな。あ、ベーコンいた、これかベーコン倒すの、あ、こうやって倒すの、はいはい。こんなんでいいの、 OK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 。 あれ、ちょ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 、待って、1体ベーコン倒しただけでもうボス出てきたんだけど、何これ。あー、なるほど、やつと戦うためにレベルアップをさせてけみたいな感じのゲームなんだね。一体倒しただけでブチ切れてましたね。やつが最終的なボ、どこにいんのびっくりした、今セミになってたのかと思った。セミたけしですね、完全に。あ、すげえ、めっちゃジャンプ力ある。ちょっと待って、ベーコンいっぱいいる。はい、こいつですかね。はい、こんな感じで、じゃあ倒していきましょう。よしよし、これどうなんの、ベーコン倒して馬力、これさらに倒せる、無慈悲にできるよし、あー、逃げてる逃げてる、逃げ惑うやつに攻撃するのやだな、何なのこれこんなんでいいんですか。はい、
ちょっとこうやってレベルが上がってくんですかね。先ほどはダンベルとかウォーキングマシンとかランニングマシンを使う、あ、なになに、進化すんの、あ、でかくなった、そしてハイが見れたね一瞬だけハイってやってたわ。なんか背丈小さくなった気がしますが、うん、こんな感じで倒していけば良さそうだね。なんか成長がこっちの方が早くていいね。はい、どちらもね人気なステージなんですが、うわすげえ、何それ、大人情報、なんかハエノが走り出してった、あそこの大人情報を売っている、大人情報を売っているってなんかいかがわしい店みたいだななんかアイテムを買うんですかねあそこは。はい、あ、ベーコンいた、じゃあ早速ぶっ倒しましょう。はい、すごい文字でさっき表示されてましたからね、ベーコンを殺せつとんでもないゲームだなよし、じゃあベーコンをぶっ倒しましょう。ベーコン待ちなさい、ほら君は僕の馬力として生贄になるのよ。なんかメガベーコンを倒したいんですけど、あー、コインも集めていくのか、25コインでここ行けるようになるってこと、ほうほうほう、お、ちょっと待てよ、ここにずっといたらもう25コインになりそうだねほらなるわこれ。はい、あと3コインなんでもうちょっとでたまりますね。あっちに1コインあるけどここで待ってた方が早そうだな。これで、あ、なんかコロッセオみたいなとこがありますね。うわー、さっきの店主さんみたいなのが、はい、これでいけるようになりました。ちょっとついていきましょう。うん、えノーって言われちゃったんだけど、ダメ、なんでだよ、あ、違うわこれ、強さ25か、コインの方じゃなかったね。なるほど、じゃあもう少しだけ鍛えていこうか。はい、なんかあれですね、この前のタイタニック号のステージ、視聴者さんとやったステージがあるんですけど、結構賑やかだったから今静かだねはい、別アカウントで今プレイしてるんですけど、これはこれでいいね。うん、なんか毎回こう周りにいるっていうよりは、時にはこう一人でね孤独にプレイしていくのもいいんじゃないでしょうか。これで、これ何、あ、すげえ、寿命2って、これ入って大丈夫、嘘、死んだりしない、2年後死ぬみたいな、そんな感じの場所、何何それ、さっきからノーってめっちゃ固くなに拒否されるんだよね。はい、じゃあちょっと、あー、いっぱいありそうだねこれ、ちょっとあっちこっち行ってみましょうか。ベーコンも他のとこにいるでしょ多分、あ、いっぱいいるなここの下、ちょ、こいつらを倒してからにしましょうか。はい、ベーコンはあれですかね、この雑魚ベーコンしかいないのかな、もうちょっと中ベーコンとかいないの、何ベーコンって普通にこの世界にのめり込んでたんだけどさ今そもそもベーコンとは、はい、トーストに乗っけたら美味しいやつじゃないのベーコンって、ちょっとベーコンこっちおいで、ほら倒してあげるからおとなしくおいで、あー進化したこれ、次どうなんの、なんか B ボタン押したらなんかキャンセルとかできない、うわー閉まりましたね。はい、じゃあ次はこのベーコンを倒していきましょうか。あれさっきのベーコンよりでかくない、気のせい、反撃してくるベーコンとかいんのかな、でベーコンって何また普通にベーコンベーコン言ってたな、なんだろうベーコンってよくわかんないですね。よしやっていきましょう。はい、何隠れてんだ、君はおとなしくやられなさい、お待ち、よしこの笑顔でぶっ飛ばしてくって相当なサイコパスそうですよねまずいぞ、てかたけしの顔じゃないんだこれ、全部ヌーブなんだね。はい、今マッスルレベル36になったんで多分ここ入れますよね。あー来た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 、ノーって言われないね、さっきのノー悲しいからなノーっつって曲も変わりました。さて次はどんな、あー鍛えられたベーコンがいる、何鍛えられたベーコンって、これ相手反撃してこないんだね、へーすごい、倒して倒して、馬力馬力馬力ぶっ倒して、よし OK OK、さあ進化したいんですが、さあ君だ次は、な首が荒ぶってたな今、ららららら、これ鹿の方がやりやすいな、よし OK、 それどうなってんの、腕切断されてんじゃん、いやーでもなんか主観も主観でやりにくかったんでやっぱこっちかな、うん、いろいろと試しながらいきましょうか。こういうファイティングシミュレーター面白いね、なんかこう育ててく系みたいな、この前のあの崖から落ちて、骨をめっちゃ粉砕していくっていうステージあったんですけど、あれもねなかなか鍛え上げるには相当面白いゲームですよやってみてください。はい、これもちょっといろいろとね、試しながらやってるんですが、あ、また進化きた、すげえこれ成長が早く見れていいね、胸筋がめちゃくちゃムキムキになりましたね。これで
力が強くなったのか、あ、攻撃力強くなってる。そりゃそうだよな、あんな強気になってたら。はい、どんどん倒していきましょう、この子たちをね。弱いベーコンはもう今やっても多分経験値にはあんま入んなそうだよね。強さ68までいきました。はい、300ぐらいいきたいな。ほら、初期モブベーコン、私におとなしくやられなさい。合体してるよ、たけしと合体してるからね。はい、こんな感じでもうちょっとで進化するんじゃないか。進化メーターみたいなのないのかな。ね、黄昏れてんだお前かわいいな。あれ、あー、なるほど、パンチするとこの表情なんだね。アヘ顔な、ええー、落ちちゃった大丈夫かな。はい、ぶっ飛ばしといて大丈夫かなはないと思うけど大丈夫かな。はい、なんか知んないけどあれですね、僕この状態でも小田健って分かった人いるんだ。はい、なんかあの別アカウントで今やってるって言ったじゃないですか。それでもこの状態でなんで分かったの。なんか他の人には上にあのあれですかね、アカウント名見られてるんですかね。はい、どうも、誰が言ったのか分かりませんが、よし、こっちに来ればね、一緒にこうやって馬力を鍛えようかなと思ったんですが、どこにいらっしゃるんでしょう、視聴者さん。よいしょ。はい、全然ね、別アカウントの時も遊びに来ていいですからね。よしよし、オッケー。さあ、どんどん力をつけてって、あー、お前危ないぞ、危ないぞって言いながら俺が仕留めるんだけどね守りながら俺が仕留める。はい、家畜のようですね。ほらほら、やるよ、ベタベタビベーコンって言うんだ。はい、ベタベーコン終わりです。じゃあ次グレイテストベーコンとかかな。ほら、何踊ってんの君は、弱ってるね。他のムキムキにやられてたのか。おっと、なんかムービーが流れたね。今ベタベーコンをぶっ飛ばしまくってたら、このメガベーコンがさらにぶち切れたと。はい、これ日本語対応されてるんだね、ありがたい。お、なんだ、ショップではコインと一緒に、あ、コインでできんだ、へえ。さっきの紫色のいかがしいお店は違うと、こっちかの黄色いところがいろいろとできるんだね。ふんふん、わかりました。なんでメガベーコンが教えてくれたのメガベーコン続きで今のチュートリアルやったらさ、やつがこう教えてくれたみたいになっちゃうけどいいのかな。お、進化した。さあ、さらにムキムキになってはい、ガリガリの状態からかなりのムキムキさになりましたねいいなぁ、見せつけてくれんじゃねえか。かっこいいね、このマシンガン。どうやって使うの。あ、この子かな。そうだね、さっきのアカウント名と一緒だ。はい、どうもどうもあ、やっぱ見えるんだね。はいはいはい小田さんって書いてあるねなんか小田リスとか書いてある方とかもいらっしゃって、はい、ありがたいですね。はい、小田さんということで、君あのもう1時半だよ深夜の1時半よ今。視聴者さんは、あー、ついてきてるついてきてる、あ、いけるんだね。はいはい、じゃあ行きましょうか。お、ついてきてるね。うん、でけなんだその尻はブリブリだね。はい、ガリガリでムキムキでブリブリなこの国は、メガベーコンを倒すべく今鍛えております。はい、ほらほら君たちやられなさい。ほらほら、いやー、結構地道だね。結構ムキムキにしたいな。ほい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 、オッケー、こっち側にもいるね。お、ちょっと待てよ、強さがもう270超えてるんで、とうに向こうに行けますね。じゃあもうワンランク、ワンステージ上げていきましょうか。さあ、お次はどんなベーコンが待ってんだ。ステージごとに曲が変わんだね。はい、たまたま会った視聴者さんいなくなっちゃったね。あ、さらにムキムキじゃねえか。体力がすごいね。馬力って書いてあるけど体力じゃないんだ。そろそろ進化すんじゃねえか。あと1体ぐらいな気がする。ほらほら、やられなさい。あ、今回ベストベーコンくんなんだ。はい、ベストベーコンくん。全然今日はベストじゃないですが、よし、倒して、はい、次は何これ、線とかになるんだ。向こうも気になるね。お、また進化だ。次はどうなんの。おお、さっきよりなんか太くなったね腕がパンみたいだよくあのパン屋さんとかで売ってますよね、こんくらいぶっといパンみたいなフランスパンかな。こっちか、何があるんだろう。はい、ちょっと崖登っていきましょうか。危ない危ない、これいけるかな。
あの緑色の門は何が待っている？いいですね、この調子で。よいしょ。あ、これ足りるかな？足りますね。はい、650。あー、もうちょっとだ。 No 足りなかったね。あー、でもこれ戻れねえんじゃね。あ、戻れるか。よし。かわいい BGM に戻った。ちょっと待って、これ敵か、倒せるんだ。え、俺死んだな。俺死んじゃったじゃん。え、あいつ強っ。え、あれ敵だったんだ。俺こっち側のさ、初心者立場からさ、プロになったのかなと思ってね、ヌーブプロになったのかなと思ったんですけど、え、あれ敵キャラだったんだ。いた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 。じゃあちょっと倒しましょう。うわ、強い。このお尻パン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 ってやった方が、うわー、強えなこいつ。はい、ちょっとコインを使って強化してみたんですけど、どんくらいの威力になったかな。あ、強っ。2ビンタで倒しましたね。え、これでちょっと先ほどのめちゃめちゃ強いマシンガン持ったボスと戦ってみましょうか。あれボスっていうのかな、まあ一応ボスっていう表記がありましたからね。結構攻撃力が強くなったんで、多分いけんじゃないかな。はいはい、いける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 、強え強え強え。おお、荒ぶってる正体はお前だったか。てかめっちゃムキムキになってんじゃん。リスナーさん、いつの間にそんな強くなっちゃったの。うわ、やっぱ早え。ベストベーコンがこんな弱く感じる。さっきすごいね、人差し指が腱鞘炎になるんじゃないかってぐらいのね、クリックをしてたんで。これはすぐ強化されちゃうんじゃない。はい、ごめんね、なんか相打ちみたいな感じになって。あれ両者ともコイン手に入ったのかな。優しい設計かもしれないですね。先ほどのファイティングシミュレーターというか、無慈悲シミュレーターというか、はい、あちらの時はなんかもうそういうのなかったですからね。もう弱肉強食の世界というか。あ、来た、進化や。うわ、刀身どうなってんのそれ。合体すんなお前ら。なんか集まってきたな。はい、これ強くなったかな。あ、さらに強くなってる。おお、さて、強さ1246になったんで、こっち行けるんじゃないですか。来たね。さあ、ここの火山のとこ行ってみましょうか。そろそろボス戦とかあるんじゃない。さっきのあの DJ ボスとかじゃなくて、あ、なんか違うやついる。すげえ、なにこれ、ハゲベーコン。うわー、こいつ強そう。ダンスしてる。え、強っ。二人同時にやられちゃって、重なんな。同時でやられちゃったね。はい。で、ちょっと、合体ときましょうか。よいしょ。なんだ、この三連星は。ムキムキな三連星いらないよ。誰に需要あんだ、これ。この絵、誰に需要があんだ。はい。中山きんに君とかはね、良さそうですが。ちょっと待って、これ、もうちょっとグレードアップしたいな。そう、これ、いっぱい買ったんですけど、これも買うか。はい、ひたすら買ってきましょう。あ、ちょっと足りなかったね。これさ、こうやってちょっとずつ攻撃していけばいけんじゃない。あー、待って、まずい。あー、もうちょっとだったのに。これ結構距離あんだよな、でけえ。ムキムキだな。いつか俺もこんな感じになるのかな。泳いでる泳いでる、海じゃないところで泳いでる。やつの攻撃のタイミングが全然わかんないんだよな。これ今絶対危ないよな。よし。俺触れてなかったよね、後半。一発目ならわかるけど、二発目全然当たってなかったよね。お、ようやく進化した。うわ、胸筋に肉つきすぎだろ。とんでもねえガタになっちゃった。これない。これあれですかね、胸筋にエアバッグ入ってんのかな。車で激突した時に出てくるやつじゃん。よし、2000になったんで、これいけますよ、こっち。さあ、ヌーブたけし、新たな門出です。先ほどのね、パリピマッチョは超強いんで、とりあえずこっち側の弱いモンスターを倒して、レベルを上げつつ、先ほどの DJ マッチョマンに挑みましょうか。はい。てかさ、これ、あ、やっぱそうだ。この火山登ったら多分メガベーコンいるんじゃない？
ボス戦とかあんのかな。おなんか洞窟の入り口みたいなのがすごい荒ぶってたな。洞窟の入り口みたいなのが出てきたよ。これは何。あボス戦だ。何この子、銃持ってたよ。さっき銃使ってたモンスターが全然銃使ってこなかったんで、この子も多分そうでしょうね。始まりました。えこれいいの。あー使ってんじゃん普通に使ってた。これ何、これ当たったらどうなの。あ食らうんだね。はいはいはい。じゃあマグマになってない時、こやつが逃げてる時こうやってパンチするのかな。はいはい、強いじゃん強いじゃん。えもう勝っちゃうよ。痛い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 。ちょっと一発で勝ちたいですね。あれレーザーポインター狙われてる。ひー危ねいいね、この回でもう倒せお前死んだケンシロウみたいな感じで言われちゃったお前はもう死んでいるみたいないやでもかなり食らわせられたね。これ継続になってんのかな。いやなってないだろうな、さすがに。ちょっとだけ強化してからもう一回ボス戦挑みましょう。はい、ある程度ねコイン溜まってるんで、ここで強化してと。はい、 OK、 よし、これもじゃあ NO。 あんなでかいやつでさ相打ちだった。今見た DJ マッチョマンと僕の前にいたこのヌーブマッチョマン、相打ちだったね。あれになっても相打ちなんだ。じゃあさすがに勝てないね。ちょっと待って、もうちょっとで倒せる。いけるいけるいける。ほらよっしゃ勝った、すげえ。ちょびちょびやったら勝てたぞ。おーまた勝てた。結構コインもらえるね。怖い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 。その辺のホラーゲームより襲われる感じ怖かったぞ今。急にムキムキが全力疾走で後ろから来たら怖いよね何あの不審者っつってはい、不審者止まってますねすげえ鍛えられたな。なんだその肉体美。ポンデリング何個分のムキムキなんだろうねえ。おおまた進化した、すげえエアーバッグが強化された。シリ、びっくりした。シリって言ったらシリが起動した。うん、何でもないよ。お強い、この強化された足。さあ2周目のメーター、この辺まで購入してみました。はい、結構強くなったと思うんで、これでもう一回ボス戦に挑んだらどんくらいで倒せんだろうね。はい、ちょっと1回戦目の復習をしていきましょうか。ちょっとこの一番雑魚いベーコンに攻撃してみたら、うわ強っ強いですね。通りすがりのビンタめっちゃ強いじゃん恐ろしいですねこの子は。おおまた進化だ、来た。次はどんどん、うわ腕すげえ、トウモロコシよりなんか身ついてんじゃねえかってぐらいの肉厚ですねマントヒヒみたいな体験になってんじゃん強化されたな。よし、じゃあこれでちょっと戦いに行きましょう。レベルもアップしてスキルもアップしてるんで。何してんだこいつ、倒せ。どこで見れんの、うん、この野郎初期モブの雰囲気出しやがってよ。その銃使わねえと思ったじゃん。使うんかよ。踊んな踊んな。
最初見たとき全然話してる途中で全く突っ込んでなかったけど、どんなお前ら、はい、よし、あらららら、お前それずるいぞ、最初からやりやがったな、あちいよー、ひっひっ、やっぱでかいとこれ大変だな、当たってる、え、なんかさっきの方がやりやすいんだけどこれむずくねえか、え、3発撃って、はい、レーザーレーザー、うそー、むずいぞこれ、さっきの小さかった方がやりやすい、こんなに大変になるとは、こん中は入れるようになった、入れるね、あー天空城なんだ、え、すげえ、何ここ、ヘリコプターとかあんじゃん背筋が邪魔で今見れなかった、ヘリコプター、はい、これ切断されてますよね絶対プロペラ回ってるから、ここは特に何もないかな、はい、もう強さ6292あるんで、ここ入れますね、ちょっとここ入ってみましょうか、ボス戦の前に、はい、何があるんだろう、あーなるほど、天空城みたいな感じで、また別のハロウィン城みたいなとこがあるんだね、何もいねえじゃん、何か出てくんのか、ゾンビムキムキマンまるまるみたいな感じで出てくるんですかね、この子たち普通の浜辺にいるような子たちだよな、あでもゾンビなんだ、あゾンビですね、すごい、僕に危害を加えないゾンビ、すごい温厚なゾンビなんているんだね、ゾンビ島も特に何もなかったね、鍛えやすいとかなのかな、この子たちより体力は、いや200ぐらいしか変わってないね、それだったらここの山の上のキャラクターを倒していった方が早い気がするけど、はい、そしてなんかしれーっといるけどペット買いましたペットって言っても顔面なんだよね恐ろしいわこのゲーム、初期モブの顔面を変顔にさせてペットっていう風に売るっていう恐ろしいですねここの国はさあ、ここを登ってもう一回ボスに挑んでいきたいと思います、はい、着きました、いやーやつ小回り効くからね、さっきの方がやりやすかったよね、かなりいいところまで行ってたし、ね、2回戦面はなかなか苦戦してたというか、逆に苦戦するっていう、はい、今度こそ勝ちたいですね、でおどんなって、よし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 、いいぞ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 、やったれや、痛い、士官の方がやりやすいね、こっちの方がいい、ふーぶないよ、次はマグマかな、あ走ってる走ってる、一発ぐらい食らせられるでしょ、危ない危ない危ない、さあこうなってる時も打ってくるかな、食らったね、よし大丈夫、いけるね、一発ぐらい、よし OK、 あれ当たってないか、いやーちょっと負けたくないな、23よし OK、 はいはい、くっくっ、危ない危ない、もうちょっともうちょっと、せっ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 なんでだよこいつ、最初の方が簡単だったぞ巨大化すると難しいね石でぶっ潰しちゃった、はい、あー何これ、え、あー出た、メガベーコンじゃん、ロブロックスっていうロゴのネクタイをつけて、はい、なんか全身さ、なんて言うんでしょう、でかくルイ・ヴィトンとかバレンシアガとか書いてある洋服着るみたいな感じですよね、はい、なんかこうその会社を宣伝してんのかみたいな、はい、そんな感じのネクタイしておりましたが、次に進めましたねその格好やめろって、だからめっちゃブリーンってなってんじゃん、はい、ということで、ボス倒せました、うん、ボスよりね、外の赤いやつとか、DJ ムキムキまんまるまるとかの方が強いですねこいつこいつこうやつ強かったんだよな、ちょっと距離を取ってから攻撃しないと、よしよし、来るか来るか、その日なんだ、それ怖いんだよ、落ちちゃうよ、危ないよ、あれそんなことなかったな、2回倒した簡単でしたね2回目は、何回潰されんの、さあ強さ1万いきました、そして進化、うわすげえ、最上級のムキムキだこれ、あーこんな技なんだ、はい、ということで今回2つのねファイティングシミュレーターゲーム実況プレイしてきました、もっとですね他にぶっ飛んだステージ、おバカなステージ、ホラーステージ見たい方ぜひ高評価チャンネル登録してお待ちください、ということで
上にね、初期モブの変顔ペットがいますが、ここでお別れしたいと思います。まだいたのか強度がこっちの上だぞよいしょ気合だみたいな感じになってるね気合だはい、アニマルヌーブたけしということでここでお別れしたいと思います。またね、いろんなたけし見たいという方はぜひ、お楽しみにしててください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。